はい、それではね、この講義では酸性酸化物と塩基性酸化物についてお話をしていきたいと思います。まず酸性酸化物ですけれども、非金属の酸化物っていうのは水に溶けると酸性を示します。酸性を示します。例えばこういう反応ですね、二酸化炭素が水に溶けると酸性を示す。まあ、こういった水に溶けると酸性を示すようなこのね、非金属の酸化物、非金属の酸化物、ね、酸化物、酸性酸化物のことを、これを、酸性酸化物、ね、と言います。またですね、塩基と反応して水が生じるものが多いということで、この二酸化炭素が例えば水酸化ナトリウムと反応すると、炭酸ナトリウムと水がね、生じることがあります。水が生じる場合が、ね、非常に多いです。で、一方で塩基性酸化物って何かっていうとですね、金属の、まあ、酸化物なんですけれども、水に溶けると塩基性を示すということで、まあ、例えば、こちらですね、酸化ナトリウムに水を溶かす酸化ナトリウムを水に溶かすと水酸化ナトリウムになるよということで、まあ、この水酸化ナトリウム、ね、強塩基示す塩基性の物質ですけれども、こういうふうな、水に溶かすと塩基性を示す物質のことを、これ塩基性酸化物と言います。また酸と反応させるとね、水を生じますよということで、酸化ナトリウムと硫酸ですね、硫酸を反応させると、硫酸ナトリウム生じます。それで水が生じます。まあ、こういうものですね、塩基性酸化物っていうふうにしています。で、もう一つですね、良性酸化物っていうものがあるんですが、酸化アルミニウムや、酸化亜鉛は酸とも塩基とも反応をしますね。酸とも塩基とも反応をします。こういうふうにですね、酸とも塩基とも両方とも反応する物質のこと、これ良性酸化物というふうにしています。で、このアルミニウムの酸化物、亜鉛の酸化物以外にもですね、スズ SN ですね、また、PB 鉛といった物質も良性酸化物になります、ね、覚え方としては、あーすんなり、あーすんなりです、ね、あー ALZN すん、すずですね、なり、なまりということで、まあ、覚え方としては、あーすんなり良性酸化物、ね、ということで覚えておきましょう。